今月イタリアで開かれた剣道の世界大会で白浜町に拠点を置く末永真理選手が前回大会に続き個人戦で2度目の準優勝を果たしました。大阪府出身の末永真理選手は現在白浜町を拠点に活動していて、今月4日から7日にイタリアのミラノで開かれた第19回世界剣道選手権大会の女子個人戦に出場しました。日本人選手としては男女通じて初となる5回連続の世界大会出場となった今回は、予選リーグと決勝トーナメントを順調に勝ち上がり、決勝戦では同じ日本代表の近藤美弘選手と対戦しました。決勝戦では末永選手が小手で1本を取り先制するも小手を返され、勝負は延長戦に。延長戦では面で1本を取られて惜しくも敗れ、前回大会に続き2回連続となる準優勝となりました。一方、今大会は団体戦の1位と個人戦の1位から3位までを男女ともに日本が独占する初の快挙となりました。末永選手は、勝てなくて悔しいが精一杯自分なりにできてよかった、今年11月には全日本選手権があるので優勝できるように頑張りたいと話していました。